太陽国ダムヌーンサドワック水上市場水上市場は河川等に船が集まって商品取引を行う市場の総称水上マーケットとも水運が発達した場所で伝統的に行われてきた市場の形態の一つだが今日ではベトナム、タイ、カンボジア、インドネシア等で庶民の生活の場としてまた観光客向けのスポットとして機能している これらの国々では、メコン川、チャオプライアー川、トンデサップ湖などの広い水域とそれに付随する多数の運河が存在し、また自動車による陸運が未発達であるために、特に農産物や水産物などの運搬は水運に頼ることが多い。このために船と船とで直接取引を行う水上の市場が発達した。ベトナム、関東の海岸水上市場をベトナム。 関東のフォンディエン水上市場をベトナムでは、南部のメコンデルタ地方で多く見られ、関東市の海岸水上市場やフォンディエン水上市場、ティエンザン省の海米市水上市場などが著名である。多くは、早朝の日の出とともに取引が始まり、昼前には終わってしまう。取引される品物は、果物や農作物が中心だが、コーヒーや軽食、雑貨は使う店もある。 卸売りの船は旗竿に販売品を掲げて、看板代わりにすることが多い。ラーチャブリー県のダムルーンサドゥワック水上市場や、バンコクのタリンチャン水上市場は、文化保護と観光客誘致の目的で作られたもので、ある。観光客向けで有名なアムパワーの水上マーケットは、船同士の取引の場というよりも、船でも買い物ができるように、川沿いに並ぶ店が中心となったものであり、 午前中だけでなく夜まで賑わいを見せる。インドネシア、バンジャルマシンの水上市場インドネシアではカリマン担当、バンジャルマシンのものが知られている。カンボジアではトンネサップ湖に多くの水上生活者がおり、船での小取引もその生活の一部として行われている。ありがとうございます。